はい、じゃあ頼まれて X6 番いきますね。ちょっと読んでみてください。じゃあ30秒ほど置いておきます。はい、じゃあ行きましょう。じゃあまず1番。書庫を A、交差を D としたら A3 は A たす 2D ですね。で、A5 たす A9 っていうのはこうですね。A たす 4D と A たす 8D と。で、まとめるとこうと。で、これとこれからちょっと中省いてますけど、A が3、D が2になります。よって AN は書庫を足す N-1D ね。ってことで 2N たす1。これは回答です。はい、次、2番。CN が B の N たす1引く BN って書いてあると。で、C1 調べてみると、B2 引く B1 だから2ね。はい、じゃあ、B の、これは問題文に書いてある。BN たす2引く BN たす1イコール3倍のこれね。っていうことは、CN たす1イコール 3CN ってことですね。じゃあ、数列 CN は、書庫を C1 が2、公費が3の等比数列と。ということで CN は書庫×公費の N-1 乗ね。2×3 の N-1 乗と。で、それが今この状態だったですよね。で、今から BN を求めるんだけど、じゃあ N が2乗の時、なんで2乗がいるかっていうと、この N-1 を使うから2乗ね。の時、B1 たすシグマの K が1から N-1 までの 2×3 の K-1 乗ね。ってのこれね。で、今これ、そもそも CN っていうのは、あれで、何やったっけ？あ、用語忘れた。あれ？用語何やったっけ？CN は、解散ね。あ、ごめんなさい。ボケーとしてる。私がボケーとしてる。解散ね。で、解散状態だから CN っていうのは。だから、結局、だからこう今、解散状態ね。はい。解散って言葉を思いつかなかった。はい、じゃあ行きます。2乗の時はこうね。で、計算したらこうと。これは、これの処理の仕方は、公費が3ですよね。公費引く1分の書庫、書庫っていうのは K が1入れたらこれ2だから、2×3 の公数乗、公数乗っていうのはこれだから、N 引く1、引く1ね。はい、この公式使って、じゃあ、これは B1、B が1だから、ごめん、B が1ってなったの。おかしいな。B1 ね。B1。B1 が1だから、N イコール1の、だから N イコール1入れたらなりますね。1ですね。だから BN は3の N 引く1乗。いいですかね。はい。で、続いて、これが厄介ですね。今、AN と BN 出しました。ということは3番。シグマの K が1から N までの AK×BK の2乗ね。BK は2乗がついてると。BK の2乗ね。じゃあ、AK はこう、BK の2乗はこうね。で、これはうまいこと処理するとこうですね。で、これを S と置いたら、なんか要は、等差と、等比の掛け算っていうのは、こうやる、必ずこうやるんでしたね。今 S がこうね、K が1の場合、K が2の場合、K が3の場合やっています。はい。じゃあ、それに、これが、公比が9の状態だから、QS をわざわざ作ります。わざわざ。そしたら、ちょっと待ってね。9倍ね。で、上から下引いてください。マイナス 8S イコールこうと。で、ここの部分が、等比数列の Y になってるから、公比引く1分の書庫を、括弧9の、これ1乗から N 引く1乗だから、公数が N 引く1ね。引く1と。で、これはそのまま、これはそのままと。じゃあ、まとめるとこうなると。で、今、マイナス 8S だから、両辺マイナス8で割ります。そしたら S イコール32分の 8N たす3かける9の N 乗引く3ね。で、あとは今、N が2乗の時、
N が2以上の時だったから、N が1の時成り立つかどうか、成り立ちます。よって答えはね、3の2、32分の 8N たす3、括弧閉じて 9N、あ、だから 8N たす3かける9の N 乗、引く3ね。これは解答です。よろしいでしょうか。はい、じゃあ以上になります。